その時が本当は初対面というか初めてだったんですね。そうですね、そうですね。もうないきなり指輪がこうジャラジャラ最初ちょっとビビったんですけど、なんか話したらあ、すごい真面目な人なんだなって。ありがとうございます。はい、吉田さんもちょっと緊張されたりとかその時はしてたんですか？しましたよ。もうガチガチですよ。だってレジェンドオブレジェンドですもん。だってでも実際こうコミュニケーションというか話してみると印象はまた変わって、やっぱりとても優しいがすごい第一印象でした。なるほど、いいですね。きっと緊張した小僧にはたくさんお会いしてきたんだろうなと思って。あれですよね、今回坂口さんこの対談に合わせてではないですけれども14を始められたんですよね。はい、そうです。申し訳ないことにちょっとやれてなかったんですけど、っていうのは僕 MMO をやるともう出てこれない人間なんです。坂口さんの EQ 伝説は社内で今でも残っているので。そうです。もう社員にね、みんなにもエバクエをやらないとダメとい う強制をしましたからね。伝説ですね。で本当出ていけないんでちょっとやらなかったんですけど、まあ案の定今もうマイチョコボを取りつつもう出れる気がしません。ありがとうございます。ちょっと坂口さんからビヒーモスの鎧つけてももうなんて可愛いチョコボなのみたいな。今スクリーンショットが映ってます。もう僕はねこのねワンのね光の選手、あ、光の選手を引かせっていうの知らなくて、あ、はい、最初なんだろうと思って、ヒカキンみたいなものとか思ってた。そしたら光の戦士ですよね。あ、光の戦士光線って言うんだみたいな。これ結構そのプレイヤーの間、コミュニティの間で坂口さんはなぜララフェルを選んだんだろうっていうので、気にするんだと思って。あ、僕ねエバクエの時もあのほら一番小さい種族だったんですよ。はいはい。あ、なんかねそれが好きなんですよね。共通です。僕も必ず一番サイズ小さい種族使うので。ただ必ず後悔するのは戦闘中自分を見失いやすいのと視点が低いから、なんつうのこういろいろとこう見づらいじゃないですか。はいはい、はい、うん、時々なんかあもうどうして僕もっと背の高い種族にしなかったんだろうっていうね。そうそう、俺今どこみたいな。僕にとってあのレジェンドなお二人の坂口さんと松野さんが、ああそうです、松野にいろいろ教えてもらって、はいはい、本当恐縮です。ありがとうございます。いやいや、もう松野に全部あの手ほどきを受けたおかげで UI が全部あのホットキーですか、はい、あのはい、アイコンあの登録するの全部表に出せって言われて、もうなんかものすごい UI になってます。なんかだってちょっと聞いたらあれなんですよね、 Zoom 立ち上げて Zoom で坂口さんのプレイ画面を出しつつ、そうです、そうです、画面共有しながら。そうすごい。そうなんです、そうなんです。坂口さんそのあのこのウィンドウ閉じてとか言って、うん、邪魔みたいな。スパルタですね、なかなか。うん、マップ一回閉じて、はい、それで右上のマップを一回押すと、はい、ほら自分の種類が出るからみたいな。そうそうそう、もうスパルタです。もう今じゃもうなかなか僕もこう操作感が、はい、スムーズになってきました。いやー、あのエバクエとかその古いのって何でもこうできちゃうようなところもあって。うん、難しいじゃないですか、なんていうモンスター引っ張るだけ引っ張ってきて逃げちゃうとか、あ、いろいろありましたよね。はい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 、そこはやっぱりすごくこなれてて、なんていうのかな、優しい気持ちとある程度ソロプレイみたいな感覚で、うん、はい、MMO の世界に入っていけるんで、あ、これは考えたなっていうふうに思いました。いや、 やっぱり僕ももともとそのウルティマも EQ もやって育ってきてるので、はいはい、あの混沌さって、まあ、もちろん嫌いじゃないですし、うん、強烈な思い出いっぱいあるんですけど、はい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 、もうなんか誰もが今それだけの時間を投入できるわけじゃないので継続、はい、そうですね、そうですね、はい、あのトレインとかあったもんね、もうモンスター引き連れてさ、はい、ありました、ありました、ありました、もう死体の山になってきてくれてくれって言われても嫌だよそれに。レベル下がるじゃんみたいなね。デスペナルティも半端じゃないですからね昔の。そうですね、そうですね。いやだから遊びやすかったけど、でもその代わり逆にルールはすごく複雑化されてて、あ、そうですね、はい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 、そこと、まあ何ていうのかな、もうとにかくこう掘れば掘るほどどんどん出てくるじゃないですか、そのクラフトとかにしても、うん、はいはい、はい、
そこの深さはすごいなと思います。本当に NPC とか何こいつとか思ってたのがいつの間にかもう師匠のようになったりとかね。あれなんでしたっけ、あのカウンターバーにいる最初にいる子なんでしたっけ、あの女の子、あ、モモディさん、モモディさん、モモディさん、僕も今心の友だもん。だからそのなんていうか MMO でユーザーがいるのにNPC の心の友が増えるっていうのは初体験で、ああ、うん、そこがすごい面白いなと思って。他の FF の、ね、乗り物とかさ、マウントっていうのか、はいはい、あの衣装にしてもこう、はい、もういっぱい出てくるんですけど、ね、ある意味こう、はい、FF ディズニーランド的なこう、はいはい、こうそこが楽しいですね。なんかね、もうテーマファイナルファンタジーのテーマパークっていうのがコンセプトのもう一本なので、あ、なるほどなるほどね、はい、あのもうまさしくそんな感じですね、はい、そうなんですよ。もう35年になろうとしてるじゃないですか、それこそ坂口さんが生み出してから、うん、で、やっぱ FF ってこう このナンバーが好きってみんな言うんですよ、それぞれ、うん、はいはいはい、10が好き、7が好き、まあ、僕はあのやっぱり1 あの橋を渡った瞬間のオープニング画面で今でも忘れられない、うん、なので14って必ず拡張も含めてタイトルを出すタイミングって毎回めちゃくちゃこだわってるんですよ今。あ、なるほどなるほどね、はいはいはい、うん、なので今回はせっかくの FF ファンが集まる場所なので、例えば3のことを熱く語る人がいたら3やってない人が興味を持てるようにっていうのもあって、横尾さんがほら、はい、シナリオ書かせてくれとか言ってたじゃないですか。言ってましたね、はい、ああ、うん、僕も書きたい。上がっちゃってんだ、上がっちゃってんだ、本当なんかいいよ、ちっちゃいクエストだけ書かせてよ。そこだけなんかさ、ノリが変わっちゃうんでしょ。あ、でもどれぐらい、ごめんなさい、これあんまり言っちゃいけないのかな、制作期間どれぐらい、多分期間は会社がぶち切れると思うので。ああ、ぶち切れんだ、そうかそうか、あ、いろいろね、いろいろ問題になるよね。あ、この前一応ちょっとお金もらったりしました、せがんじゃった。あ、なるほど、ね、松のさ、重要の世界でね、はいはいはい、お金ちょうだいみたいな、はい、もうしょうがないな、このひげ親父はみたいな。ちなみにいくらもらったんですか。まあとにかくテレポもできないんでお金が欲しいって言ったら、あのポーンと100万くれました。お、100万ギル、100万ギルくれました。お腹ですね。もう今僕はなんだろう、もうなんか金ならあるんだよ状態で、テレポとかしまくり。一応考えたんですけど、なんか僕結構なんか空想がちな子供だったんですよ。空想好きな、なんか何でも妄想しちゃうっていうか、まあ最初の頃アドベンチャーゲームみたいな形で PC ゲームとか作ってたんですけど、なんかそれが嬉しくなっちゃって、まあ結局妄想だから世界ですよね、世界観っていうか、世界とそのルールみたいなものとか、ちょっとその中にいるキャラクターたちを妄想するわけじゃないですか、まあ、乗り物とか、なんかそれがこう具体的になるのが楽しくてずっと多分やってるのと、あとねもう一個思ったのはね、みんながね、スタッフがね、なんかこっちが思いもよらぬことをこうプラスしてくるじゃないですか。あのチームワークっていうか、なんだろうな、あの全然もちろん作品のために彼らはやってるんだけど、まあ、彼らにとっても自分の作品だから、だけど僕からするとなんか僕のためにありがとうってなんかね、そんなね、勝手に思っちゃうんですよ。なんかもう、なんでなんでこのワールドになんでそんなアイデアくれるのみたいなもんで、それ楽しくなっちゃうんですよね。なんかこうスタッフが熱くなってくれて、その熱がこう作品にこもるっていうかね。そうですね。うん、そうですね。そうそうそう、そこが僕も好きです。なんか、うん、あ、彼こんなに熱入れてくれたんだみたいな。うんうん、なんかそれは今でも結構社内で残ってるというか。いう人いますね。あの、まあ、今高井博士と一緒にあの作ってたりしますけど、うん、まあ、こう坂口さんが号令かけた時の全員のこう熱の入り方、うん、よしこいつ仕上げに行くぞ全員でっていう時のやっぱり熱が FF を作ってきたってよく言ってましたもん。おお、高井がそんなこと言ってるんですね。言ってました、言ってました。ああ、あれだけ言うこと聞かなかったやつか。そうそう、違う、これも言ってました。まあまあそれがいいんですけどね。ちょっと荒れた学生時代でしたけど、その家帰るとその指輪物語見てる、読んでるみたいな、ちょっと微妙なキャラだったんで、まあ、そこで
なんだそのお話ってゲームの中でもこんなに表現できるんだっていうのをやっぱりドラクエと FF をプレイした時に焼き付いてるので、なんかそれをやりたいって思って、でゲーム業界に入りたいと思って目指してて、で松野さんのオーガバトルタクティクスオーガでもうなんか協会入る直前ぐらいだったんですけど、もうなんてことするんだろうこの人たちでもファンタジアンのまさに今ちょっとそのスキルツリーの話が出ましたけど、ま、似たようなバッて広がるやつはあのうちにもあったりするんで。あ、すごい16にあるんですね。ありますね。まあ、これそうだけど、これ以上は怒られそうだけど、バッと何か広がる瞬間めっちゃ楽しみあるそうでございます。はい、これ1個引き出しましたね皆さんこれ引き出さないと怒られちゃうからね。いや本当ですね14と思ったのが、ほらみんな非化線なのに、うん、やっぱこうシナリオで誘導されるから MMO なのに、なんか僕が選ばれた非化線だと思える、あそこだからすごい逆にシステマティックなゲームなのに、うん、そこにあの物語性を持ち込んで、なんかごめんこのさ、あのこのワールドの中はもしかしたら俺が一番非化線かもしれないってこう自然に思えるあれがね、なんか、うん、あれがちょっといやうまいし、あいいなって思いました。あれはでも本当にあの習ったことです。あの坂口さんたちのゲームを遊んで習ってきたことです、うん、僕がやっぱりその遊んでった時に俺が主人公で俺が最強ってやっぱり思っていけるっていうところなので、うん、だからやっぱりこう三国編の序盤でこう飛空艇に乗って旅立つ時にみんながこう、うん、送り出してくれるみたいなところはこだわって作った感じです。ああ、なるほどなるほどね、はい、はい、いやでも今作っててすごい RPG ってまあある意味ちょっと辛いなって思うところが、うん、そのグラフィックスリソースのコストが上がりすぎていて、あ、はい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 、手間も尋常じゃないんですよ。そうだよね、高精細だもんね。そうなんですよ。でかつリアルスケールになってくると、うん、その嘘がつけないその尺度、そうなるとなんか世界を救う大冒険が書けないんですよ。そうか、それあのリアルに話もならざるを得ないからスケールがちょっと小さくなっちゃう。そうなんですよ、うん、でも多分ファイナルファンタジーシリーズのファンの人たちが見たいのってとある国のとある場所のお話じゃないと思うんですよね。うん、まあ、ある程度世界が広がってほしいですよね、はい、そう、そこをどうやってこう表現していこうかっていうところは、うん、結構これからすごく難しくなるというか、うん、割り切るところをズバッと割り切ってコンセプトをまとめていかないと、うん、そのか発売するまでにあまりにも時間がかかりすぎるとか、うん、完成しきらないみたいなところが出てくると思うので、うん、そこは一つその世界を股にかけるその大冒険っていうのをコンピューターそのゲームビデオゲームで表現するのは結構難しくなってきてるとは正直思ってますね。なるほどね。まあ PS5 まで来ちゃいましたしね。そうなんですよね。だいぶ来ましたよね。このあと PS6 か7まで行ったらもうかなりだろうね。そうですね。あの作る方つらいよね。でまあその途中で多分クラウドが入ってきてしまい、あそうだね、でも自動計算で作ったその疑似世界ってあんまり面白くはない。なんか AI でレベルデザインやるとかいろいろ話はあるけど、うん、多分あのお手伝いにはなるけど、はいはい、無理ですよね、うんうん、そうなんですよね。だから世の中の自然の大部分にイベントなんか存在するわけがないので、うん、広く作っても今度遊びがなくなっちゃうし。そうですね。あのこれで引退とは思ったんですけど、あのいろいろ次のお話とかもなんかいろいろこう湧いてきたりして、はい、また近いうちに何か作り出せたらいいなと思っているので、はい、またその時は告知を、はい、していこうと思いますからよろしくお願いします。いやぜひファン
沢口さん新作を楽しみにしてますので作ってください。はい、まあ、その前に、はい、その前にまず、レベル50を目指して、はい、頑張りたいと思います。吉田さん、沢口さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。はい、またぜひよろしくお願いします。